少し休もうかしら。さて、この前のセイラン政府からの任務だが、邪魔が入り続行不可能と完了報告をしておいたよ。僕がなあ、全く誰も事務処理をやらないから仕方なくやってやったんだぞ。さすがシデン君、頼りになるね。今後もよろしく頼むぜ。調子に乗るな。じゃあまた新たに怪異討伐任務が下されるのかしら。確かカレンはそんな風に言ってたわよね。カレン連隊長といえば、カレンが未来で言っていたことが気になる。確かあの時。どうして今なんだ。お前がもっと早くたどり着いていれば、怪異化した人間を治療する術が見つけられたかもしれないのに。やっとやっと助けられる。カレンの発言を言葉通りに受け止めるならば、重ねの超能力が怪異化を元に戻す手がかりのはず。行家お姉様、急にどうしちゃったのよ。いや、カレンはどうして今なんだと、もっと早くたどり着いていればと言っていた。ブレインイーターで念力をコピーするならいくらでもチャンスはあったがしていない。だが求めていたものがレッドストリングスとするなら、治療とは治すわけではなく肉体の時間を。強化、落ち着いて。一体どうしたって言うんだ。まるで集中した時の嵐みたいだったぞ。そうかしら。おかしいわね。そんなつもりいなかったんだけど。いろんなことがつながってトランス入ってたんじゃね。強化お姉様にしちゃ珍しいが。だが今の強化の発想は興味深いぞ。確かにカレンは重ねが鍵のように言っていた。そうね、カレン連隊長にとって重ねが大事な存在なのは間違いないと思うわ。私がセイランに来たことももしかしたらカレンが。ないとは言えないな。だとしたらカレン連隊長は一体何を考えているんだ。お話し中にごめんね。重ね隊に怪異討伐任務の出撃命令よ。水波川新都市開発特区に高い確率の怪異予報が出ているわ。すぐに現地に向かって。だってさ、考え事は後に回してとりあえずお仕事に行くとしない。そうね、ここで考えていても仕方ないし、でも注意だけは払いましょう。怪異予報が出たポイントはこの辺りなのよね。ええ、この付近に現れる怪異を討伐するのが任務よ。こんな偏僻な場所より警戒すべき場所は他にいくらでもあるんじゃないのか。この辺りはトゲツとの交易ルートってやつなんだよ。偏僻に見えて実は重要な場所だったりするんだ。これがトゲツは孤立した宗教自治区なんて言われてるけど、利害が一致していれば取引などを行うことはあるそうよ。あくまでビジネスの上での関係で不要な馴れ合いはしないというわけね。それでみんなはどうしたいの。おやおや、カサネちゃんが意見を聞いてきたぞ。いつもならさっさと怪異を探しに突っ走るのに。そう、意見はないのね。ならいつものように行くわ。待て、意見がないとは言ってない。カゲロ、お前も重ねをからかうな。悪かったよ王子様、そうカリカリすんなって。誰が王子様だ。別にどうでもいいわ。それより意見があるなら早く言って。意見は。いや、特別ない。交易ルートの輸送計画をさらってみたが、この時間帯に利用する予定は見つからなかったからね。なら怪異討伐に集中して大丈夫ということね。それじゃ各自警戒を強めつつ前進。待って、
今救援要請が届いたわ。その先で輸送隊が怪異に襲われているみたい。おいおい嵐、この時間帯に輸送計画はなかったんじゃねえの？確かに予定は空白状態だった。輸送隊がいるのなら正規の交易ではないということだろう。タイミングが良すぎる。罠という可能性もあるぞ。様子を見るか。はるか、救援要請ということはセイラン側の信号やね。ええ、セイラン海抜軍による正規の救援要請よ。だとしたら無視をするわけにはいかないわ。今の私たちはセイランの海抜軍なんだし。そうね。それに助けを求めてる人がいるなら放っておくわけにはいかないわ。はてさて、鬼が出るか蛇が出るか、気を引き締めていくとしますか。救援信号が発信された地点の位置データを送るわね。影の砲台が有効かもしれない。水での攻撃を確認したけど大丈夫だった？水浸しになると動きにくいのよね。周りの重機ずっと放置されているのか。工事が中断されたのなら片付けておくべきだろう。メンテが難しいとはいえこんな風に放っておくなんて到底理解できない。なぜ片付けないんだ？別に理解する必要はないと思うけれど、確かに重機としてはもう使えないかもしれないわね。でも別の使い方はできるんじゃないかしら。タイミングを測れば攻撃に役立ちそうよ。
りるわよ。熟年夫婦のような心境だよ。直せないと。
上手に使ってくれよ。まだ終わりじゃない。今の場所は狙いどころみたい。いける。ズミン、おいら、鮮やかな敵はなった。カゲロウお願い。おい、大丈夫か？君たちは重ね隊員、それにそうか、君たちが来てくれたのなら安心だ。ひどい傷だわ。喋らないで、今応急処置をするから。私は大丈夫。それより隊の仲間を助けてくれ。トラックはまだ襲われているはずだ。カイだが、あれは人間だった。スオウの連中が人をカイに変えて。人をカイに。重要な任務なんだ。君たちはどうかトラックを護衛し、特異生命研究施設へ。貴重な情報ありがとう。君はここで救助を待ってくれ。後のことは私たちで引き受けるよ。はるか。はい、救助隊の出場は要請済みです。しかし、特異生命研究施設だと。ナオミがいた研究所のことだよな。急ぐわよ。人を怪異に変えるなんて絶対に許してはおけないわ。勝手に動くつもりはないわ。いいわよね。同意見ってのは尺だが、急ぐってのには僕も賛成だ。ありがとう、シデン。礼なんていらん。それより早く来い。置いていくぞ。カサネも人間味が出てきたな。いや、視野が広がったのかな。みんな仲良くなってくれて嬉しいわ。さ、輸送隊を助けに行きましょう。やれやれ、これはいよいよただの攻撃のためのトラックではなさそうだ。さっきの人が言ってたトラックというのはあれね。輸送隊の人員は見当たらないけど。おい、見てみろ、荷台のところに誰かいるぞ。棒みたいなのでガンガンぶん殴ってやがる。頑丈などうね。ハッキングもできないし、もうさっさと壊れちゃってよ。腕が疲れる。あれは小玉、あなた何をしているの？あら、
裏切り者の強化たちじゃない。ヤッホー、元気してる？ん、なにその怖い顔。こだま、あなた人を怪異に変えてこの輸送隊を襲わせたの？だってセイランの研究施設に搬入されるんでしょ。貴重なもんが入ってそう。運んでるものから研究内容を探るつもりなんだろうが、相変わらずお前のやり方は無茶苦茶だな。だってこれが一番手取り早いんだもん。ってことで私を見逃してくれない？ダメ？いやいや、さすがに無理だろう。あらら、残念。じゃあまあ仕方ないか。みんな殺すけど恨まないでね。今度はもっと楽しませて。人を怪異にするなんて、どうしてそんなひどいことができるの？やだ、熱くなんないよ。悪気はないのよ、ちょっとしかね。倒れるのは早いわ。お前の助けだぞ。まあ、一応礼は言っておく。その不安感の漂っているものに近寄るな。かため食らうと様子がおかしくなるんだ。倒れるのは早いわ。お前の助けだぞ。まあ一応礼は言っておく。
児玉、武器を捨てて、おとなしくして。聞きたいことがいろいろあるわ。そうね、囲まれちゃってるし、逃げ道もなさそうだし。なんてね。逃げ道くらいちゃんと用意してるわよ。しまった。じゃあね。逃げられたか。トラックは一応無事のようだが、このまま護送任務を引き継ぐのか。そうね、さっきの人が重要な任務だと言っていたし、その方がいいのかしら。じゃあ討伐任務の方は私から連絡を。ちょっと待って、近くに気になる反応があるわ。西蘭側の海抜群じゃない、もしかしたら児玉の部下がまだいるのかも。トラックを追われると面倒なことになるわね。私が様子を見て、必要ならここで足止めするわ。だったら加勢するぜ、教科お姉様。奇襲なら俺様の大得意分野だからな。嵐たちはこのトラックを得意生命研究施設へ無事に送り届けてちょうだい。そういうわけだ、後のことは頼んだぜ。ち、勝手に決めて、昔の重ねか。一言余計よ。あっちは強化たちに任せて、私たちはトラックを運びましょう。トラックはまだ走れるわよね。ああ、問題ないよ。多少外装に傷がついているがね。荷台は強化走行のようだが、ベコベコじゃないか。鉄パイプなんかでここまで変形させられるとはな。児玉のやつ、相変わらずのバカ力だ。うん、遅いじゃないか。早く荷下ろししてくれよ。私は搬入先の準備をしてくるからな。やれやれ、まさか力仕事までやらされるとは。めんどくさいことになったな。はるか、強化たちから何か連絡はない？それが水波川との通信状態が悪くて、まだ何も。上空の断絶の帯の影響なんだと思うんだけど。そう、わかった。じゃあさっさと仕事を終わらせましょう。みんな聞こえる？よかった、無事だったんですね。カゲロウもか？当然でしょと言いたいところだが、ちょっと厄介なことになっちまってな。水波川にいたのは児玉の部下じゃなくてユイト隊だったの。しかもトラックに気づかれて。ユイト隊が？それじゃまさか二人は？ええ、トラックを追われるわけにはいかないから、足止めのために戦った。ま、時間稼ぎ程度にな。あとは強化様の複製体と俺の透明化で追跡は巻いてきたと思いたいんだが、あっちにはつぐみちゃんの目があるからな。透視能力か、安心はできないね。私たちはもう少し隔離に動いてから合流するわ。念のためそっちも気をつけて。了解したわ。何かあったら連絡して。ごめんなさい、断絶の帯の影響でユイト隊の捕捉はできそうにないわ。仕方がない、我々はこの面倒な作業をまずは終わらせるしかないようだ。一台分の荷下ろしは大体できたわね。どれも同じ箱みたいだけど。シデン、どうしたの？ぼーっとして疲れた？ふざけるな、疲れてなどいない。ただこの積み荷が気になっただけだ。
しまった。何をやっているの、シデン。気になるからってロックを外すのはやりすぎだわ。違う、勝手にロックが外れて。え、どうした、怪異でも入っていたか。違う違うが、こいつはなんだ。うん、一体何が入って。あ、これは人の頭。こっちも、こいつもだ。ここにあるケース全部に。こんなもの一体何に。いや、この研究施設のことを考えればわからないでもない。餌か。でもお姉ちゃんはアンプルの薬を取ってるって言っていたわ。多分怪異兵器の研究用に。もしくは、いや、推測で話す内容じゃないな。これって、トゲツから人の頭が輸送されてきたってことになるの。さっきの研究員、搬入先の準備とか言ってたわね。施設内を探れば何かわかるかもしれないわ。荷下ろしはまだ途中だが、気になるのは確かだな。あの研究員が向かった方を調べてみるか。ユイトたちにこの場所がバレたら。厄介なことになりそうだな。その時は僕らも戦うのか。やるしかないでしょうね。そうならないよう、強化たちがうまく巻いてくれればいいんだが。何度来てもここは不快だな。鼻をつく嫌な匂いがする。やっぱりそうか。まさか。そのまさかだよ。怪異の餌は人の脳だ。そしてここの研究施設で扱っているものは怪異と。アンプルか。そんな、このアンプルは。でも、それじゃあお姉ちゃんは。みんな聞いて。今この研究施設の裏口の方で外部からの侵入者が検知された。それでセイラン政府より任務のアップデートが来たわ。侵入者はユイとスメラギたち、ニューヒムカの海抜群。生死問わず排除せよとのことよ。ち、こんな時にユイトたちか。セイラン政府は何としてもユイトを抹殺したいようだね。一刻も早くクナドゲートという脅威を排除したいんだな。生死問わず。カサネ、どうする気だ。
世界のためには殺すべきだわ。でも私ずっとみんなの言葉に耳を貸さずに来たから、みんなと同じように、もしかしたらユイトも私に話したいことが。待って、もう一点補足事項があるの。もしこの任務を拒否した場合、証拠隠滅のため研究対象を殺処分する。そうよ。ナオミを人質に取られたってこと？ああ、私がセイランの上層部だとしても同じ判断をするだろうね。ナオミは君のアキレス腱だ。だがそんなことできるのか？セイランにとっても貴重な研究対象だろう。そうだ、それにカレン連隊長だって許すはずがない。ユイトの暗殺任務だって止めていたんだろう。その件はカレンがナオミを守るという根拠にはならないね。まあカレンが人間由来怪異を道具のように扱うことはないだろうとは私も思う。しかし今回の任務は正規のルートで来たものだ。つまりカレンが容認した可能性もあり得るんだよ。でもただの脅しの可能性だって。脅しかどうかは重要ではないね。ナオミに手出しされないという確証があるかどうかだ。それは、我々はすでに一度暗殺任務に失敗しているからね。そこに隊があったと思われたならこの反応も不思議じゃないさ。ナオミを連れて逃げることもできないしね。だったらユイトたちと戦うしかないってことか。隠れましょう。本気か？ナオミの身が危険なんだぞ。いえ、ここで正面から戦うのは無謀だと言いたいの。隣のエリアに隠れて奇襲を仕掛ける、体を保つ。なるほど、それならここを離れる言い訳にはなる。多少だが考える時間は稼げそうだ。ハルカ、作戦報告して。私たちは侵入者を待ち伏せし後期を伺うこととする。以上。了解、幸運を祈るわ。ユイト隊、予測通り工場区画に向かっているわ。30秒後にエリアに到達予定。ユイトたちとの接触後から管制システムのデータをセイラン政府側にも回すように命令が来てるの。つまりユイトたちとの会話は監視されることになる。気をつけて。了解。ユイト隊到着まで5、4、3。この設備は一体何かの製造ラインみたいだけど。なあ、運ばれてる箱みたいなの、さっきの輸送車の積み荷と似てないか？どうした、つぐみ？顔が真っ青だぞ。つぐみ、先ほど僕が持ってきたものと同じものが入っていたんですね。生首か。嘘、これ全部？何なんだこの場所は。さてどうするかさね。考えはまとまったかい？まとまるも何も選択肢なんてない。あとは覚悟の問題よ。戦うしかないのか？そういう任務でしょ。それにユイトたちをこのまま返したら、この研究所やアンプルのことが世間に広められる。そうなったら怪異研究が止まるかもしれない。ナオミはどうなるの？どちらにせよ私にはユイトを殺すしか道がない。アンプルの材料については何も考えないのか？考えてないはずがないでしょ。でも考えたところで仕方がないわ。それが重ねの答えなんだね。何を、
何を馬鹿げたことを言ってるんだ。全てをぶちまければいいじゃないか。あいつなら事情を汲んでくれる、そういう甘さを持ったやつだ。つけ込めばいいだろう。つけ込んだところでどうするの。結局セイランの意には背くことになる。ナオミを助ける方法があるなら教えて。それは、まあ二人とも落ち着きたまえ。痛み分けにするという手はどうだろう。我々はこの大事な施設に被害を及ぼさないように気を使わざるを得なかったとでも言い訳するのさ。ユイトたちの戦闘力を考えると勝利できずとも仕方ないという説明はつくだろう。だが一方的な敗北は疑われる。限界まで粘るんだ。私が出せる知恵はその程度だよ。すまないね。わかった、それなら賛成する。私もそれで構わないわ。みんなそろそろユイトたちと接触しないと。行きましょう。これ以上は疑われる。あのアンプルは。気持ち悪い。まさか嘘だろ。だってあれはスプリング製薬で。強化たちは負けなかったのね。これは一体何なんだ。答えにはたどり着いたんじゃないのかな。ここはスプリング製薬のセイラン工場。正確に言えばセイラン自治政府と共同で運営している怪異の研究所だ。そこに首を運んでいるわけですか。薬の材料として。シデン、心を乱さないで。今はユイトを仕留めることだけ考えるのよ。ちょっと待て、話を聞かせてくれ。おい、俺を殺そうとする理由も話してくれないどころか、こんな残酷な施設のことを隠そうとまでして。ここで行われてることを見た。何も感じないのか。カサレもみんなも何考えてるんだよ。僕としてもデビュー時代から私カサレのことがすごいなって思ってた。なのに今のあなたはユイトの命を狙ったり、この施設のことを隠そうとしたり。ねえ、どうしちゃったの。こんなのカサレらしかないよ。そうでしょ。何も知らないくせに勝手なことを。だったら教えろよ。俺たちが何も知らないのはそっちが何も話してくれないからだろ。いいものが入ってた。ヒャッ、どうする。聞いてもらう。甘い。まだこれからよ。やらせん。変わるわ、シデン。僕としたことが。貸してもらうわ。殺されるわけには。やらせん。油断したか。引いてもらう。
やらせん。止まってくれ。はあ、命あってのものだれだ。力を渡して。やらせん。精神統一だ。やらせん。やるしかないのか。まだよ。失礼。逃げるか。やめろ。早く、なんとか。失礼。人間の生首を使って薬を作るなんて正気じゃない。それでもこの薬がなければナオミを助けられない。ナオミ、どういうことだ。ここは何のための施設なんだ。それは、それ以上の情報流出は看過できません。あなたはこの前の政府の人、
ごめん、通信に割り込み命令だって言われて。相手の言葉に耳を傾けず排除に注力してください。私たちは働きに見合った見返りを必ず用意します。見返りねえ、それはナオミの安全のことかな。明確に答えてもらおう。海抜群の通信はログが残るぞ。それはなぜ答えられない。さては独断か。カレン連隊長の許可を取ってないんだろう。方針の変更があった。任務は取り下げる。次の命令を待て。政府側との通信すべて切断を確認。みんなもう監視の目はなくなったわ。僕はもう我慢がならない。全部話すぞ。私が話す。嵐の話した通り、ここはスプリング製薬と提携した怪の研究所よ。ここに運ばれてくるのは死んだ人間の大脳。一部は捕獲した怪異の脳に移植して怪異兵器化され、残りは薬品に変えて怪異の食料にしているの。ひどい。なあ、本当にセーランは大丈夫なのか。確かにニューヒムカは腑に落ちないことが多すぎる。政府の監視の目があらゆるところに向いていることも、情報の管理統制をしていることもおかしい。でも反乱を起こしたセーランだっておかしいじゃないか。人間の脳を怪異に移植したり薬にして流通させているなんて、こんなこと許していいのか。許しがたいことだね。うん、もちろんそうだろう。だがそれを容認するほどにまで追い込まれている人間がここにはいるのさ。兄さんのことですね。そして重ねもね。大切な人間を怪異に変えられた者はあの薬品にすがるんだ。あの薬を投与された人間由来の怪異は脳が安定し、一時的に正気を取り戻す。会話もできる。カレンにも怪異に変えられた家族がいるのか。家族ではないね。ルカやフブキから聞いていないかな。アリスさん。ユイト、また脳に負荷が。ユイト、ユイト。ユイト、大丈夫？一体どうしたっていうの。その苦しみ方、尋常じゃないわ。ユイトの脳に異常が出てるの。超能力を使って脳に負担がかかると言語障害や記憶障害が出るようになって。もう大丈夫だ。痛みは収まった。しまった。お取り込み中のところ悪いが、ここは痛み分けとして引いてくれ。ほら急いで逃げないと怪異が来るぞ。僕たちも一旦引くぞ。重ね、それでいいな。ええ。ごめんなさい、はるかから聞いたわ。私たちがいない間に大変なことになっちゃってたみたいね。ユイトたちは引いたんだろ。だったらまずはやることがあるんじゃねえの。そうだ、お姉ちゃん。お姉ちゃん。ち、仕方ないやつだ。私たちはナオミの状況を確認してくる。強化たちはどうする。今どのあたりだ。私たちもすぐ近くまで来てるから、ナオミの部屋で合流しましょう。通信のログが残るなんて話は初めて聞いたぞ。ご明察、あれはただのハッタリさ。連中がまんまと引っかかってくれて助かった。
ありがたく思え。